姿勢ガイドのコーナーです。今回は財政課から平成29年度決算の概要をお送りします。皆さんこんにちは。今回の姿勢ガイドでは平成29年度決算の概要や財政状況などについて財政課長の岡さんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。なお平成29年度決算の内容については広報図10月16日号に掲載していますので合わせてご覧ください。はじめに決算というのはご家庭で例えると1年間のすべての収入すべての支出を記録した家計簿のまとめのようなものですよね。津市でも1年間の収入と支出の内容を確認し毎年見直すことで市全体が発展し市民の暮らしが豊かになるよう努めているとお聞きしていますが、平成29年度決算はどのような内容だったのでしょうか。概要について教えてください。はい、平成29年度決算の概要としましては、4大プロジェクト事業が総仕上げの時を迎え、合併の時に10市町村が思い描いていたまちづくりの大きな節目となりました。具体的には平成29年10月に教養を開始した津市産業スポーツセンターの整備、小学校の普通教室のエアコン設置や津緑の森子ども園をはじめとする3つの子ども園の整備、高齢者の外出支援として路線バスで利用できるポイントを付与した IC カードシルバーエミカの配布、市内工業団地へ企業誘致を強力に進めるための津市ビジネスサポートセンターの開設など、着実に事業を進めることができました。財源としては平成28年度に続き市の貯金である財政調整基金を活用しましたが、合併特例事業債をはじめとする有利な地方債やモーターボート競争事業会計からの繰入金を活用した結果、今後の借入金返済の増加に備えて借入金を返済するための積み立てを行うなど、次の世代に借入金を残さない健全な財政運営に努めました。この結果、一般会計の歳入決算額はおよそ1118億円で、前年度に比べおよそ25億円、率にして 2.2% の増になりました。また、歳出決算額はおよそ1113億円で、前年度に比べおよそ24億円、率にして 2.2% の増になりました。それでは次に、一般会計の歳入・歳出決算の具体的な内容についてそれぞれ説明をお願いします。はい、それでは歳入決算の概要について説明します。歳入決算で最も金額が大きいのが、市民の皆さんからお納めいただく市民税や固定資産税などの市税収入でおよそ414億円、全体の 37.0% を占めました。前年度と比較するとおよそ5億円の増となりました。次に国や県からの補助金などの国権支出金がおよそ217億円で、全体の 19.4% を占め、前年度と比べますとおよそ6億円の増となりました。続いて地方交付税がおよそ186億円で、全体の 16.7% を占め、前年度と比べますとおよそ4億円の減少となりました。そして市の借金である市債がおよそ129億円で、全体の 11.6% を占め、前年度と比べますとおよそ7億円の増となりました。この市債は津市産業スポーツセンター整備事業や小中学校施設整備事業などの公共工事を行うための財源として借り入れたものですが、今年度に交付税措置のある合併特例事業債などの地債を活用しています。具体的には
合併特例事業債の場合、借入金の元利償還金の 70% が将来にわたって国からの地方交付税に含めて配分されます。これにより補助金を得るのと同様の効果があり、同じ借金ですができるだけ今後の市の負担を少なくすることに努めました。また収入不足や特定の目的のための収入源として市の貯金である財政調整基金などの基金からの取り崩しについても、平成29年度当初予算ではおよそ90億円を見込んでいましたが、必要最小限の支出に努めた結果、およそ35億円にとどまり、1年間のやりくりをすることができました。なるほど。公共工事を実施するために市民税や地方交付税などの歳入が少なくなっているのは心配ですが、合併特例事業債の活用により上手にやりくりしていることが分かりました。では続いて歳出決算の概要について説明をお願いします。はい。歳出決算を性質別に分類すると、最も金額が大きいのが医療費や児童手当、生活保護費などの福祉や医療にかかる扶助費のおよそ243億円で、全体の 21.9% を占めました。前年度と比べますと、障害者総合支援法関係事業、生活保護費支給事業の増加などによりおよそ10億円の増加となりました。次に職員の給料などの人件費がおよそ195億円で全体の 17.5% を占め、前年度と比べますとおよそ1億円の減少となりました。公共工事の工事費である普通建設事業費はおよそ164億円で全体の 14.7% を占め、前年度と比べますとおよそ15億円の増となりました。これは子ども園施設整備事業や小中学校大規模改造事業などにより建設事業費が大幅に増加したことなどによるものです。他にも公共施設の維持管理経費などの物件費がおよそ182億円で全体の 16.2%、 下水道事業会計などへの補助費等がおよそ110億円で全体の 9.9% となりました。ありがとうございました。やはり平成29年度決算の特徴としては、4大プロジェクトなど大規模な公共事業が完了する一方で、子育て、教育、産業分野の新しい分野へ着手したものと言えそうですね。全国的にも少子高齢化や人口減少が進み、社会情勢が変化している時代の中で、今後の津市の財政状況がどうなっていくのか教えてください。はい。ではこちらのグラフをご覧ください。市の借金にあたる市債残高はおよそ1085億円と、前年度と比べましておよそ37億円増加しました。平成18年の合併以後、平成24年度まで市債残高は毎年度減少していましたが、大規模な公共事業が本格化したことなどにより平成25年度以降は増加しています。しかし借入れの額は増えたものの、その中身は今年度に国からの交付税措置がある合併特例事業債へと津市にとって有利な資産に変わりつつあります。また財政調整基金は大型事業の推進や社会保障関係経費などへ活用したことなどから、およそ131億円と前年度と比べておよそ35億円減少しました。今後も借金の返済費用、福祉や医療などの社会保障関係経費など行政運営に必要な経費の増加が予想されます。有利な条件の財源を活用しつつ、将来に備えるため財政調整基金の確保に努めていきます。最後になりますが、これからも市民の皆さんが健康で安心してこの津市で暮らしていただけるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。よくわかりました。今回の市政ガイドでは、平成29年度の歳入歳出決算の概要について財政課長の岡さんに説明していただきました。
なお、今回の決算概要についての詳しい内容は市ホームページに平成29年度主要な施策の実績報告書として掲載していますのでご覧ください。またご質問やお問い合わせは財政課電話 059-229-3124 までご連絡ください。